どうも園長です。今日なんですけど、観葉植物を育てたことある人は必ずしも聞いたことある、このハイドロカルチャーですね。これを使って観葉植物の生産をしていらっしゃる愛知県岡崎市にある三浦園芸さんのところにお邪魔しております。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。このハイドロカルチャーは昭和の時代から土を使わないという文化を作り上げた第一人者ということで、いえいえ、とんでもない。どのようにこのハイドロカルチャーができているのかというところと、どのような生産をしていらっしゃるかというところを、いろいろ聞いていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。これ三浦さん、そもそもこのハイドロカルチャーをやるきっかけになったのは、どういったところからハイドロカルチャーというものが生まれてきたんですか？一次なのか二次園芸ブームでいろんな植物栽培してきたんですけども、土地もないですし、集荷便にも来てもらえないとかっていうところで、でやっぱりそのブームを仮に作ってももうすぐ条件のいいところに負けてしまうということで、何か特徴のある栽培方式をということで、40数年前にですね、うちの親父がオランダの方に視察に行って、でこのハイドロカルチャーに出会ったっていう感じですかね。ハイドロカルチャーっていうのは、この素材っていうのは何でできてるの？粘土を焼いた、このハイドロコーンっていう土の代わりに使ってるこの石の粒をですね使ってるのが特徴で、もう一つはこのご覧いただいた通り、棚に水を張ってですね、ここに水植物をつけて管理するっていう方式が、ハイドロカルチャーっていう水耕栽培の一種の栽培方式ですね。大きさとかもいろいろあるんですよね。そうですね、これが中粒って言われるサイズで4ミリから8ミリで、先ほどの冒頭 の、あのサイズが2ミリから4ミリっていうその小粒サイズで、挿し木ですとか種まきに使ったりします。で4ミリから8ミリのこの中粒が主に栽培に使ってまして、で大きな粒ですと本当8ミリから16ミリっていう、親指の第一関節ぐらいの粒もあるんですけど、それは大鉢を植えるときに使ったりするような、そんな感じで使い分けしてます。年間どれぐらい、何品種ぐらいあるんですか？そうですね、1年通じてラベルの枚数で130種類というか枚数持ってますんで、今現在は130揃ってるわけではないんですけど、真夏の商品、冬の商品ということであるんですけども、変わってくるんですね、いろいろ。そうですね、季節によって冬用夏用の商材はございますね。ここは今出荷もする感じ？そうですね、控えてるストックヤード出荷を待ってるものばかり置いてあるところで、栽培農場また栽培農場で別で、ここに集めてっていう感じですね。はい、そうですね。年間 何パチぐらい出荷されてるんですか？昨年で100数万パチ、105万パチぐらいですかね、の出荷量が。100万パチだよね、うちの5倍だよ本当に想像つか、でも商品はね、浅岡さんとかにも全然小さな商品なんで、どうしても点数多くせざるを得んのですけども、点数で105万ほどですかね。うちも昔ね、本当20年前にそうですね、下請けでポトスを作らせてもらって、下請けだなんてとんでもないですけど、下請けいやこのハイドロ用の苗を、水苔で巻いて作ってたんですけど、そうなんですもうちょっと追いつかなくて、その時の浅岡さんのポトスの評判はすごく良かったんで、ありがとうございますすごくありがたかったんですけど、ね、時代の流れとともに、ハイドロやり始めた時から、商品の形っていうのか、スタイルが変わらない感じ？そうですね、スタイルはほとんど変わらないんですけど、植物の品種数が増えたりですとか、サイズが新しく加わったりっていうことはあってもですね、栽培方式そのものはもう本当に30、40年前から変わってはないですね。これ井戸水なんですか？はい、そうですね、こちらの農場は井戸水 100% なんですけども、栽培農場では水道水 100% のとこもあれば、田口農場なんかはもう雨水 100% で回したりしてるんで、比較的水質が恵まれてたっていうのが大きいですかね。そうそう、観葉植物生産するだけじゃなくて、もう本当早くから SDGs をねやられてるんですねその田口農場も薪を炊いてハウスを冬温めたりとか。そうですね、夜中にね入れに行ったりされて、冬なんかは本当に夜中に2回ないし2回薪を入れに行って、暖房の足しにはしてますね。それだけ重油のコストは下がるけど、自分が大変っていう、そういうことですね、なるんだけど、でそういうね取り組みをもうだいぶ前ですよ、10何年前ですよね。10年ぐらい前
からですね、うん、でそこのそちらのハウスはもう雨水でもう雨水でもう 100% 雨水で回してたりとか、こういうね SDGs もやられて、取り入れた時はそんな SDGs とかそんな、ね、そういうことなかったですね、意識はしてなかったですし、 その原油高騰対策でどうしたらいいだろうっていうところからの導入だったですけど、まあ、時代の流れとともにそういった言葉が生まれてきたりとかっていうところでのですね、でもそのね環境に配慮した、そうですね、なんかあれですもんね、その緑を増やしてるのに環境を破壊してるっていうね、なんかちょっとそういうのもね、なんかちょっと矛盾してますよね、そうですよね、まあ、そんなこと言ったら何もやれなくなっちゃうけど、確かにそうですね、この品種を選ぶポイントはまあ120あるんで、そうですね、様々だと思うんですけど、まあ、やっぱりそのブームというか人気をどう具合をリサーチするっていうのもあるんですけど、まずもって自分が好きか嫌いかっていうのと、まあ、ある程度自分が管理して丈夫さを見てですね、はい、いくら珍しくて綺麗で良くても環境がね、特殊な環境でしか管理できない植物はもうやっぱりちょっとそれは選択としては入れないようにしてですね、ある程度お客様のご自宅で管理して、ある程度丈夫なものだったり管理しやすいものを選ぶようには心がけておりますけどね、結局ねお客さんが育てれなかったら、まあ、珍しくて高くても意味がないですもんね、そうですね、そうですね、あの趣味で本当にそういう環境をきちんと持ってみる方に対してはそういう商品もご提案させてもらうんですけど、はいはいはい、やはりホームセンターさんですとか、うん、ガーデンセンターさんで買っていただくお客様は全てそういうコアな方ばかりではないもんですから、うん、そういった時にはある程度自分が基準で丈夫でおすすめができるものを取り扱うようにはしてはいますね、はい、そうそう、三浦さんといえばこのハイドロの重機を自社で作られて、はい、そうですね、置いてもらうっていう ね、はい、そうですね、もう本当今でも考えられないんですけど、なかなかそうねやれる農家さんって昔もねいなかったと思うんですけどね、そうですね、今までお店で一鉢ごと水やりしてていただくと、うん、どうしても水をかけ忘れて枯れてしまうっていうのが発生したんですけど、はい、じゃあこの今ご覧になってるベンチそのままを凝縮して小さくしてですね、うん、売り場に置いていただくことによってお店様側からすると水やりの手間が省ける、うんうんうん、でお客様からすると自分の好きな植物と化粧鉢がドッキングできるっていうところでのヒントからですね、はいはいはい、うん、植え込みがない時はそういったプールベンチを作って、うん、でそれをお店に置いていただくことによって、まあ、売り場がある程度、キープされますね、キープされるということで、うん、それをヒントにですね、まあ、それもやっぱりお店に行って自分たちが陳列してる時に、うんうん、お客様とかお店様の意見を聞いてる中から生まれたことではあるんですけど ね、うんうん、ね、この冬場とかでも水は温めるのか、はい、ですね、理想の温度は23度ぐらいが一番理想なんですけど、はいはいはい、やっぱりそれには非常にコストがかかってしまうのと、うんうん、まあ、ここは地下水で温度が1年比較的安定してるっていうところでは、うんうん、温度管理はしてないんですけども、うんうん、まあ、その分生育も冬は水道水よりも暖かいっていうところで植物は比較的ご機嫌ですかね、はい、これやっぱ水が循環してないと腐りやすいってことですね、そうですね、循環してることによって水の中に酸素が含まれて植物がご機嫌なんですけど、これが水止まってしまうとやはり状態はかなり悪くなってしまいますね、これ肥料とかはどうやってやられてるんですか、ですね、こちらの農場はもう出荷控えてる農場なんで肥料は一切入れてないんですけども、はいはい、栽培農場の方ではこの溶液タンクの中にですね、うん、肥料を溶かし込んで均等に行き渡らせるようなことをしてますね、一般のお客様が買われて、はい、お家で育てた時は、まあ、液体肥料をあげてあげる感じで、そうですね、肥料っていうのは人間の栄養ドリンクと違って植物が生育してる時に少量あればいいもんですから、うん、春の4、5、6月ぐらいと、うん、まあ、秋であれば9月、10月ぐらいにですね、うん、少量を与えてもらえば水に溶かし込んで乾水代わりに与えてもらえばそれで結構かと思いますので、はい、非常に手間は省けるかなとは思いますね、うん、そうですね、で何よりも我々は水やりをしなくていいもんですから、うん、確かにこれが土上のこのちっちゃい器ですと、はい、もう夏だと本当2回ぐらい、そうですね、朝と夕方2回ぐらい水やらないと追いつかないんですけど、まあ、それがなくて管理できるっていうのは我々作り手側としてもすごくメリットはありますし、お客様からすると好きな植物と好きな化粧鉢が組み合わせできるっていうのもメリットかなと思いますね、確かに水やりが一番時間かかるかもしれない、そうですね、そうですね本当にあと、まあ、もう一つその130種類くらいの植物のどんな組み合わせの寄せ植えも
可能だっていうのが、でこれがビジュアルは別としても、はいはい、その用途が違うで、うん、水を好む植物、必要としない植物を寄せ植えした時に、うん、じゃあどのように合わせて水をやりやりをすればいいのっていうところ、うん、まあ、これも本当に明確なんで、どんな組み合わせ の寄せ植えもできるっていうのがお客様にとってはメリットかもわかんないですね。うん、そうですね、カラーサンドを使って寄せ植えとかね、やられてますもんね。そうですね。商品としてももちろん出してると思うんですけど、はい、この間電波区行ったら寄せ植え体験みたいな、すごい人気で並んでましたよ。まあそういった楽しく園芸を体験してもらえたらいいなっていう思いでやらせてもらったんですけど、本当安城では人気が高くてですね、うんうん、感謝してるんですけど、でも情報量がね、めちゃくちゃネットワークが広いというか、まあ、広いというかですね、例えばですけど本当にその植物に対しては品種ごとにジャンをつけたりすることによって、うんうん、その全国にホームセンターに出荷している中でどこでどんな品種が動いてるかっていうのが、うんうん、まあ、その数字で見られるっていうのはやっぱり大きい点かなと思いますね、はい、ただそれはやっぱり裏側でその品種ごとのジャンを貼ったりとかっていう手間は半端なくかかるんですけど、それをすることによってそのお店の売れ行きであったりとか、人気の高い食品品種が見て取って分かる。でもそれはあくまでも結果論であって、今後何が売れていくかっていうのはやっぱりいろんなところに行って自分が話を伺いながら探ってるっていうのが、まあ正直なところではあるんですけどね。そうでも QR コードは今ね、世の中当たり前な感じになってるんですけど、このバーコードも三浦さんめちゃくちゃ早かったですもんね。そうですね。もう本当にだから20年ぐらい前からやってますよね。そうですね。その時はさ、どういうことって思ってたんですけど。そうですよね。そう。ジャンコードもそうでしたし、QR コードも、お店に貼る看板っていうのがやっぱり1枚数千円かかるんですけど、それが全国のお店に全部供給するっていうと、数百万では収まらない。した時に、はい、あ、どうしたらいいかなって言った時に、たまたまNTT のコマーシャルで QR コードを読み取ってっていうところがですね、うちのスタッフが、あ、これラベルに入れたらいいんじゃないっていうところからの導入で、今やはりそこからの問い合わせであったりとか、まあ、一番多いのは、管理方法の問い合わせなんかが、お店の方に聞くんじゃなく、我々作り手側に質問いただければ、はいはい、お客様に直接お答えできるというところで、お店様の方もおそらくね、手間も省けるし、ね、作り手側が説明してもらえるっていう安心感っていうところは大きいかなと思うんですけどね。なんか今じゃ当たり前だけど、ね、その商品情報だとかを QR コードでやられてて、はい、ただスマホがまだあんまり発達してなくてそうですね、QR コードが先だったっていうそうですね、メーカーによって時代が早すぎた、ね、メーカーによってその読み取りができる機種できない機種とかそういった時からもうすでにラベルに入れてですね、対応はしてましたね。ちょっとここずっと入っていっていいですか。どうぞどうぞ。ちょっとこれ植物見ながらじゃ、どうぞどうぞ。コンパクトでテーブルサイズ、テーブルにほんとちょんとデスクに置ける。タイにも農場があるですよね。そうですね。ね、そうですね。でタイで作ったやつをこっちに持って、あ、そうですそうです。タイ、フィリピン、ベトナムで作っていただいてますね。これはスキンダプサスですね。このスキンダプサスですね。これはフィリピンで作ってもらってる品種なんですけど、ちょっとあまり出来はあまり良くないですね。サンセベリアも全然普通に水につけちゃってすごい栽培してるんで、根っこがあれば何でもいけちゃう感じですね。そうですね。水耕用の根にならしてしまえば、決して水をあまり必要としない多肉サボテン、こういったサンセベリアの類なんかでも十分栽培ができるっていうことですね。水でずっと育ったやつは土に植え替えると、はい、なんかあんまり良くなくなっちゃう場合があるんですけど、そうですね、ちょっとその時循環というか養生が必要になりますね。やっぱその水で育ったやつは水でもう慣れてるんでっていう、根に慣れてるのを土にするときに、その時にちょっと若干衝撃があるんですけど、そういうこと、ね、またそれで慣れてしまえばですね、また育ち始めるんで、その植え替えのショックを、まあ、我々 その農場の中でそれをね、やってるっていう、そんなイメージでいいかなと思うんですけども、でもなんかよく考えると逆だったら土で植わっとったやつをハイドロに変えると別に悪くないじゃないですか。ね、やっぱりね、痛みがあります。鉢から抜いたりとか、土を振るときにどうしても根っこ切れちゃうんで、それの養生を、まあ、我々 その栽培農場できちんと慣らしたものをこちらの出荷場に持ってきて、でそれを出荷していくっていうスタイルをとってますね。サンスベリアもこういう感じで
多分こんな土の中見たことないと思うね。そうですよね、そうですよね。鉢の裏根っこ見ていただくと新鮮な本当にね、真っ白の根腐れ起きてなく。いい根っこで、真っ白で。でね、思いっきりスリット鉢。あ、そうですね。これは完全なスリット鉢。水耕栽培で水を流すための入れ込みになってはいるんですけどね。うん、これもオリジナルで作られてるんですね。そうですね。これは、そうそう。弊社のオリジナルですね。しかも、ここ、あれですよね。水の水系をさせる。そうなんです、そうなんです。水の量を見るゲージをさすための。水の水位をね、ここにさして、すごいよね、だけどっていうか、なんか。全てが先に。もうそう、そう。だから、時代がやっと追いついた。いや、とんでもない、とんでもない。じゃあ、ほんとそう、そう思います。うん。これはもうすでにオランダにあったものをね、うん、目をつけた、ね。そうそうそう。なかなかね、その、オランダで見ても、ちょっと自分のところでやってみようっていうところまでができないですよね。そうですね。まあ、うちの親父が、その、もともとその農家育ちじゃなく、この愛知、まあ、特にその蒲郡とか、はいはい、以前有名だったその繊維関係の7人兄弟の、うん、上から6番目兄弟の中で、7人とも別々な仕事をやって、その従来ある農家っていう考えはやっぱり全然持ってなかった。そんなのが園芸が好きで園芸業界に入って、で、いろいろ苦労もしたし、あの土以外の新しい分野をって言って、あのオランダを渡ったんですけど、その時やっぱり園芸以外のとこからの業種からの視察なりっていうところで柔軟に受け入れる、あの体質というか性格だったんでしょうね。なるほどね。おそらくじゃあ自分だったらそれができるかというと、自分はちょっとどちらかというと石橋叩いてしまう性格なんで。いや、その子ですけど。どうですかね。すごい、園芸業界の革命家では。本当にそうだパイオニアでは。今ハイドロやられてるのは、もうこの日本のシェアでいくと、はい、三浦さんとこと、あとプラネットさん。プラネットさん。完全なる法人って言っても3社ぐらいですかね。どうですか、この10年ぐらい見てて、寛容の動きというか。そうですね。まあ、コロナになって、で、いろんなお店が、その、営業自粛対象に当てはまったんですけど、我々、その、園芸なりホームセンターさんは自粛対象外だったんで、逆にそっちにお客様が集まってしまって、で、まあ、生活、ステイホームだ、あの、おうち時間がたくさんできたことによって、園芸に目を向けられて、それでやっぱりググッと、見直されたなっていう感じはあるんですけど、はい、やっぱり5類に移行されて、ちょっとその分減ってしまったですけど、まあ、ただ新たに入ってきた方が急にじゃあ元の通りの生活を送られてるかって言ったら、やっぱりその中でも園芸ね、とどまってる方も見えるんで、まあ、そういった方にもっともっと今後はアピールしていきたいと思うんですけど、まあ、10年ぐらいのスパンで見ると、やっぱり減ってはいますね、残念ながらね。なんとか持ち直したいなと思うんですけども、まあ、そんな中で今までは一般的な商品を扱ってた中の、ここ数年そのアロイド、里芋科の植物を中心にちょっと個性的なものを、あの紹介させてもらおうかなっていうところでのイベントにね、参加させてもらっておるんですけども、そう、あのアロイド見たらね、ぶったまげると思う。あの話を見ると、いや何をおっしゃいます。アロイドはおさまさん、いや本当にまた見させて、向こうの方もね、ちょっと行かせてもらいたい。もちろんです、もちろんです。ご案内いたします。そうですね、あの以前は本当に八寸尺八って言われる、その、まあ、我々の背丈ぐらいの商品から、もっと大きなものは4メーター5メーターまでのクラスのハイドロカルチャー結構やってたんですけど、もうここ最近のその配送の問題であったりですとか、業務用のその特に大きなものがやっぱりなかなかちょっと以前のように使われなくなってしまって、この4寸鉢、このサイズがもう今は一番大きなハイドロになってしまってはいますね。一番このまあ、じゃあこの4寸サイズで人気の品種は、まあ、このやっぱりウンベラタもすごく人気高いですし、あのこちらのパキラですね、幹がちょっと太めのパキラ使っておるんですけど、こちらも非常に人気高いですかね。本当いろんな品種がここね、このアンスのこれもクライネビウム、そう、これもハイドロで、そうですね、いい根っこが出てる。盛り盛りすごい盛りですね。
モンステラもあるし、そうですね。で夏場はやっぱりちょっとこういった明るい色の、うん、あのディフェンバキアなんかも人気高いですし、うん、これは冬入りではないですけど窓カズラなんかも、いいですね。あのアグラはね、ここの温室はまだ実は暖房入れてないんですよ、うん、栽培農場も、はいはい、2、3週間前から暖房入れてるんですけど、はい、ここはやっぱりあの配送中の寒さの痛みを考慮してですね、ギリギリまで慣らして慣らす、そうですね。なんで冬場も12、3度に設定して、ちょっと、うん、寒さあの耐えるようには温度設定してますね。アロカシアもね、アロカシアも結構全然普通に栽培できてしまいますね。全然ガチッてしてますもんね。なんか水で栽培しとったら伸び伸びになりそうなイメージがね、そうですね、あるんですけど、あのいくらか培花剤使ってその大きさをコントロールしてるのもありますし、まあ、今特に温度はちょっとやや低めではあるんで、うん、あんまり大きくは伸びはしないですね。ウンベラータと、はい、ウンベラータ、パキラ、パキラ、もうパキラはそうですね、年間百数万鉢出荷してるうちの20近くがパキラ、パキラですね。あ、そんなやっぱ、まあ、サイズはいろいろ合算してもやっぱり20近くはパキラですね。いや、パキラ、ガジュマルとかさ、うん、サンズのパキラこうやって あえて編み込んでですね、で八寸尺の編み込みあってもサンズの編み込みって多分ないと思うんですね。いや、あのさすがに我々がこんな綺麗に編めないんで、これはベトナムで編んでもらってるんですけど、うん、すごい。ただこれが面白いっていう方と、いやもう人工的に作られすぎちゃってるから嫌いっていう方と結構割れるんですけど、まあでも一つはね、園芸の芸の字の部分の遊び心で、こういった商品と単品、あの、一本物とっていうのを揃えているんですけど、こんなちょっとした遊び心を。ね、今はちょっと多肉サボテンやってないんですけど、以前、その浅岡さんのところでこう作っていただいている頃は、あの、結構ラインナップとしてはサボテンなんかも、この水耕栽培でやってたりはしてたんで、確かにちょっとそのあっと驚くようなことも ねしてみたいなっていうのはありますね。あのリプサルスとかもありましたよ ね。そうですね。リプサルスも全然普通に栽培できてしまいますんでね。根っこがあればいける。そうなんです、そうなんです。コトスも見て、こんな可愛らしい。ちっちゃいですね。でもこれぐらい小さいのもね、可愛いし。例えばですけど、この大きさがあり、うん、ああ鉢の大きさに合わせたその葉っぱで育てるというか、作り上げ仕立て上げるっていう、基本挿し木なんですけど、こっちはね日本で仕立て上げるんですけど、こっちはやっぱり現地で、そうですね、三浦さんも意外とあれですよね、インスタグラムで結構情報というか、この作り方とか育て方とか増やし方とかね、花がついたとか、いろんな情報を ね、 そうですね、流されてますもんね。そうですね。あの、自分がその栽培を担当した頃は、うん、親からその観葉植物に花をつけてしまうような、うん、その、まあ、出荷をもっと早くしなさいっていうことの意味合いだと思うんだけど、はいはい、花をつけるなんてっていうことを言ってたんですけど、うん、今、やっぱりどうしてもその花がついてしまったりするものを、うんからきっかけで、あ、面白いと思ってもらえたらいいなっていうところで紹介はさせてもらってはいるんですけどね。そうだ、ザミオクルカスの花が続くやつも見せてもらって、ザミオクルカスって花が咲くんだって思って、そうだよ、その後うちザミオクルカスやり始めたらやっぱ花が咲いたんで、そうそうそう。だけどあれ多分ね、もう 95% の人は花が咲くとは思ってないですよ。そうです、そうだよね。だから面白いなと思って。そうですよね。この観葉植物から花が咲くとは多分。思われてないと思う。でも十数年前で、そのまだエンジョイとかが出る前だったら、うん、もうマーブルとライムとね、ゴールドとっていうところの 3つしかなかったのが、今ね、エンジョイも出て、またいろんなグローバルが出てて、うん、もうどん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 広がってて、そのポトスだけ取ってもそんだけ広がってているのはいいことだなと思いますけどね。うん、エンジョイが出てから、うん、やっぱ枝代わりが1個出ると出やすくなるんでしょうね。あ、なるほどね。うんうんうん。実はね、エンジョイはね、いち早く三浦さんが教えてくれて、手配してもらって、ね、そうそう、とんでもない。で、その後、そういういろいろ契約の話が出てきて、はいはいはい、情報が、ね、めちゃめちゃ早い。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。基礎こそ、ね、うんうん、基礎、その粒の大きさと保水性と通気性とのバランスっていうところで、うんうん、やっぱりその粒々があることによって、通気性もあるし、うんうん、その粒々一つ一つ粒が水含んでっていうところで、うんうんうん、
まあ、特に気候が出やすい植物はすごく向いてるかなっていうのは思いますね。そうですね。ハイドロ自体にも空気が入るってことですね。そういうことですね。焼き固めてるんで、形が崩れないもんですから、使い回しがずっとね、できるっていうメリットはやっぱりあるかなと思いますね。赤ダメですと、どうしてもやっぱり一回天日干しして、まあ、熱湯お湯かけてとかってやり方あるんですけど、まあ、それとほぼ一緒で、熱湯なり天日干しして使い回しがもう何度でもできるっていう部分は大きいかなと思いますけどね。今特に無機質の土壌がね、中で、ね、はハイドロボール、ハイドロコンは完全に無機なわけですから。そうですね。ハイドロはどこで作られてるんですか？海外。これはドイツで作られてるんで、今回のそのロシア、ウクライナの、一件で非常に材料としても高騰しちゃってますけど、本当に。軽いって言ったらいいのかな。軽い、そうですね。傘比重で 0.8 ぐらいなんで軽いですし、こうやって中を、断面はこうやって粒々で気泡がいっぱいあって、空気も含んでるしみたいな。これは通常の3寸ぐらいから 7,8 寸ぐらいまで植えますし、その後ろにある小粒はその種をまいたり挿し木したりするにも使えるし、特にそれも小さな1寸ぐらいの植木鉢に植えるときはもうこの小さな粒で植えるという。そうですね、ほぼ乾いた状態ですね。やっぱ清潔感はお客さん気にされますもんね。そうですね、うちの親父がそもそもハイドロを導入したきっかけっていうのも、その日本人ってその室内に上がるときに靴を脱いで上がるっていう国民性で綺麗好きだっていうところからのヒントで、ハイドロカジュチャーも土を使ってない栽培方式だからいいだろう、いずれ認知されるだろうっていう思いで導入した経緯があるので、決して土が悪いわけじゃないですよ。土に勝るものは僕もないと思ってはいるんだけど、その一戸建てのね、お宅なりマンションに土を入れたくないっていう方がやっぱり多いのも事実で、ね、虫の発生だ、匂いだっていう部分が、ハイドロの場合ですともう本当粘土を焼いたものなんで、基本それは起きないもんですから、こういう感じで宅配で全国のお店様に。すごいな、めっちゃ細かい仕事だよねこれ。うちじゃ やりきれんわこれ。11月の方行きちゃうともう注文量、まあ一回は集会されちゃってるっていうのもあるのと、やっぱりさすがにね、11月になると注文がやっぱりぐっと減っちゃうんで、もう春になるとここいっぱいですか？そうですね、もう1日 3,4 社、例えば性能運輸さんだけでも大きなトラックが取りに来たりとかっていうことがあるですかね。これ結束するやつと、その奥がテープを、上と下のテープを貼るのがこっちの。だからテープ貼りはうち基本してないですね、手で。あ、手でしてない。あ、もうこれで全部やっちゃうってこと？そうそう、上と下の箱を、すごい、ここポッと当てるとこれがワッと上がって、で植物入れました、閉じます、あとちょっと押すと、もう そことこの天面のテープを貼ってくれるみたいな。ガチャンってくるってことじゃない？ガチャンってくる。これがそのまま上に持ち上がって、でそこをローラーで通って、そうそう、下にもテープがあって、上にもテープがあって、箱をいっぺんに貼る、そう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 。あとこれを例えば2箱積み重ねた時に、これでバンドルかけるっていう、まあここは自動化できるんで、ここは自動化してるんですけど、それ以外のそのラベル付けや袋入れやっていうところはどうしてもやっぱり自動化できないんで、もうそこはもう人手で対応って感じですかね。興奮するこのサイズはマジで。ピナツムの、あ、そうそうそう、もう言葉が出んね、これありました、20万、30万これビレッタ F 入り、それでこんなにでかくなる、なっちゃうなっちゃう、すげえ、こんなに粒になるんだビレッタ F って。これ見ると確実に残りますね。腰が抜けそうなやつがありますか？